剛速球150キロ台のストレートを持っていますが104コントロールです。打ち上げ取りにくいわけなんですよね。で速いですからね、遅れまいとするワンエンドワン高め油断するんですよね。まっすぐ これはね、ちょっさあアリゾナの安打製造機と言われていますルイス 2-3 です。ああフォークボール大学では、まあ、非常にプライドが高い選手ですから。ノートゥーにゃーいたー このお兄さんのね、はい、さんであるもそうなんですが、ね、はい、今日スタメンマスクのこれはね血は争いないと言いますが、うん、やはり一応みんなお兄さんがいるからっていうのも関係あるんですかね。まあそれもあったでしょうね。高めのストレート、おー、あーっとこれはいった松井が見送っている。最上段についでにフォーク投げてみよう、そうですね、面白いですね。ストレートを空振り、かけっ今シリーズ、まあ、20世紀最後の日米野球なんですが、負け越しが決まっ、ストレートファウルボール3です。叩きつけてそれの何百分の1ですからあまり取らないっていう印象がありますよね。三振に取りました、はい、右方向へ。メジャーリーガーフォークボール投げないですね、あんまり。あ、フォークボール投げませんか、はい、今やっぱり肘に悪いので。なるほど、はい、打ち上げました。